たけあきです。定期的にどこどこの店で全メニュー食べてみたって僕やってるんですけど、よくうちなんてそこまでメニュー数多くないじゃないですか。だから一人で全メニュー制覇できるんじゃないかなと思いまして、本日は一蘭全メニュー制覇やっていきたいと思います。実際に行ってみな、どれぐらいの量があるかわかんないんですけど、一蘭の全メニューを食べていきたい、いや一蘭の全てをね知り尽くしたいと思います。本当に正月太りちょっとしちゃったかなと思って、サラダチキンばっか食ってるよ毎日。ほんとね、丸まめからじゃ正月太りしちゃったな、正月太りしちゃったな。よーすイエーイ。それでは早速行ってみましょう。ディズニーキャラおるやん。モアナのパパ。誰がモアナのパパや。パパや。髪型だけやないか。着きました。車がほぼほぼ止まってない。客がおらん。ダイエットしてて全然食ってないからマジでやばい、腹減りすぎて。じゃあ早速中に入って全メニュー頼んでいくぞ。なるほど、俺こんなん合ってんなってやつもあるわ。こっちも入る。まずラーメンプラス替え玉で、続きましてラーメン。この時点でラーメン2杯頼むことになるね。半熟ゆで卵、追加ネギ、追加チャーシュー、パン替え玉、そして普通の替え玉。ご飯あるやん。食ったことないわ、一蘭のご飯。小ご飯、唐揚げ、海苔。え、ポンペあるんやん。お酢からの酸味、これお茶、アルコールか。アルコールあるとは思わんかったな。やばい、これ飲めるかな。まあいいや、行こう。やばい、これは予想外やな。そっかそっか、そういうのもあんのか。 OK です。来ました。すごい宴会やん。こういうトンピンか。どうすんの。昔からトンピンか。いや、僕が働いてた時はなかったっす。トンピンに胡椒、柚子胡椒かな、あるんですよ。これにかけて食うみたいな。今はさ、今日もやっちゃう。両端割って、拭いたら出てくるっていう。めっちゃ辛ついてるやん。これは単品やからね、トッピングじゃないもんね。じゃあすごいね、トッピングのイメージしかなかったけど、これだけで食べれるやつあるんだよ。まあ、この方にいただきますね。いただきます。うまっ。あっさりしてる。これとビールがめっちゃ美味しいんですよ。あ、うわうまっ。なるほどね、そういう楽しみ方なんや。ただ絶対お酒なんか飲めへんからさ、だから単品も頼めへん。こういうことね。確かに酒頼んだらこれ頼みたくなるし、これ頼んだらビール頼みたくなる。進んでいきます。うまっ。トロトロ、やべえ。トッピングのチャーシューいってからの、ビールっていうパターンも合うね、これ。とりあえずラーメン一杯食べ終わりました。ご飯もね、せっかくあるから、これと白飯うまいな。さっきのチャーシューに柚子胡椒をかけて、でネギも乗っけてのご飯の上ちょんちょんして、一緒に、うん、はい。というわけでも残りラーメンが一杯とご飯とビール半分くらいと、視界美茶ってやつかな、脂肪を分解するやつかな、と替え玉、替え玉、半替え玉、これでもう終わりです。乾かない、まだ半分しか飲んでない。あー、お腹いっぱいになってきた。
から替え玉全部入れちゃおうか。うん、すごいよ、めちゃめちゃ麺多い。母ちゃんが食べてみたいなってるよ。うん、うまい。うん、どこ近いびちゃ、ちょっとなんか罪悪感もんね、ダイエットしてる人にとっちゃ。あ、美味しいよ。やばい、やっぱ。うーん、ごちそうさまでした。白米をこの残り汁に入れたらおみやみたいに美味しいらしいんですよ。なのでこれをここに入れていきます。ほんまに合うんかなと思うんやけどな。これで主食系は全部食べきったんじゃないかな。いただきます。うまい、いける。結構絡めないよね。秘伝のタレもあって、多分ちょっとピリ辛なんですよね。で、替え玉何回もやったから、替え玉に味薄まれへんために、なんかタレかなんかかけてんねんな。だから、今スープ自体にすごい味がついてるから、おじやが。ごちそうさまでした。この一滴が最高の喜びです。あれいっぱい。それあと一つね、忘れてたんですよ。抹茶プリン忘れてました。これで終わりですね。これに抹茶ソースかけるらしいです。いただきます。うまっ。ほんのり抹茶やね、生地自体は。で、上から濃厚ソースがかかってて、だからすごい相性がいい。うん、楽しさ。あと残ってんのは、うん、というわけで、一覧全メニュー達成しました。めちゃめちゃ顔わかんない。大丈夫これ。これがビール一杯だけ飲んだ人の顔の赤さですよ。こんだけさ動画で来てるのに、初めてこういうメニューがたくさんあって、本当になんかまだこんな新発見があるような感じでしたね。あの単品うまかったな。また来たら頼みたいなと思った。単品頼んだ後のビールがね、僕普段全然飲まないんですけど、合うって思っちゃったから、飲みと趣味を同時にできてるみたいな、とても美味しかったです。いやでもね、ダイエットしてますって言うたらね、こんだけ食ってもほんまに意味ないよね、動画撮ってたら。ということで、今回の一覧全メニュー、まあ、一番きつかったのは生ビールやったかな。いっぱい、もう今日ずっと何も食ってなかったのに食っちゃったよ。何とんねん、こっちいいんだよ。何やねん、酔っぱりいいやん。じゃあ帰りましょうか。たき焼きの前か、似合う。今日服装もまたそういい感じですね。確かに。あ、運転できんから運転して。